それでは今から天岩戸の湯まで行きます。はい、こんにちは、影村です。今日はあの九州のドライブの動画続編なんですけれども、すみません、小出しで宮崎県はあの高千穂峡からですね、近くにある温泉天の岩戸っていうところまで、ドライブする動画です。で、あと温泉に入った感想をエンディングに入れてますので、よかったら一緒に見てください。
チやね、なんかちゃんとした町、観光業向けではないよね。この人どこ行くんやろ。でもこれでやったらさ、寝泊まり代がいらん。行く行く。でお風呂だけ。
岩戸
浜の岩戸の湯までのドライブの動画でした。実際にお風呂入った感想なんですけれども、まず入浴料が、いくらやったっけ、500円で、内風呂が1つ、水風呂が1つ、サウナが1つで、お湯としてはそんなにはっていう普通の町の風呂屋さんみたいな感じなんですけれども、景色がいいです。この景色を見ながらお風呂入れる感じですね。露天があったら最高やねんけど、九州旅行のなんかこう観光の一つに加えてみてはいかがでしょうか。すいません、それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。